応募総数210名の方にご参加いただきました。2択で引こうと思います。これあと6人に絞られた。可愛がってください。大野まりかの声優プレイ。わー、今回行うのはですね、こちらマグカップのプレゼント抽選会です。なんとこちらの3つのマグカップの応募総数209名の方にご参加いただきました。ありがとう。抽選する前に皆さんから届いたたくさんのコメントを一個一個確認していこうと思うんですけれども、気になる抽選の仕方は抽選しながら説明していこうと思います。お楽しみに。それではまずはこちら、そこに愛はあるんかアップ。なんと81名の方にご応募いただいたということで、ここにねコメントがいろいろあるんですけれども、コリンさんからいただきました。ありがとうございます。河野まりかさんへの熱い思い、デビューおめでとうございます。あ、ソロデビューのことかな。ありがとうございます。こんなところでデビューが決まった時、思わず記事を二度見したのを覚えています。これからも応援させてください、頑張ってくださいと午後8時47分にいただいております。お仕事帰りかな。ありがとうございます。サリシューのノブさん。絶対間違ってそうだけど、ノブさんからいただきました。ありがとうございます。マリンカをオレシカのネット番組で初めて知って、それからずっと応援してますが、可愛くなったし面白くなったし、とても素敵な女性だなといつも思います。ソロデビューももうそろそろですね。これからも頑張ってください。こちらは9時7分にいただきました。仕事帰りですかね。ありがとうございます。応心ペニタンさん、ありがとうございます。これは一人よがりな恋心かもしれません。カップをいただくことでその答えが見つかる気がします。ぜひよろしくお願いします。わー、なんか抽選する前に読んじゃったけど、書いてくれたんですね。ありがとうございます。こちらトランプカード、皆さん馴染みがありますね。こちらを使っていこうと思います。1から9までの数字と0はジョーカーでね表そうと思っていますので、はい、よろしくお願いいたします。この黒い方が10の位にしようかな。10の位が黒で、赤い方が1の位ということで、はい、それではここからさらに厳選なる抽選ということで引きます。10の位がでで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 、じゃん、8。あ、え、待って、でも81人しかいないから。どうしよう、結果的に1か0になるわけだけど、ジョーカーと1だけじゃあここに残して、1か0かっていうところで2択で引こうと思います。えい、これ、じゃん、決まったのは81番っていうことは一番最後の方だ。一番最後に送ってくださった方が黒猫しゅんさんからです。ありがとうございます。最初の動画が PS5 の開封動画だったり、随所からあふれるマリンカのゲーム愛にいつも楽しませてもらっています。毎回マリンカお手製のマグカップでいろいろ飲みながらゲームしたり、動画見たいと思います、お願いしますといただいておりました。ありがとう。黒猫しゅんさんにはこちらのそこに愛はあるんカップが贈られます。ぜひ使ってください。千鳥が飛んだこちらのマグカップの抽選をしていきたいと思うんですけれども、まずはどんな方からコメントが届いたのか見ていきたいと思います。じゃん、あ、すごい薄さでわかる千鳥の人気のなさが。千鳥はね、人気ないんじゃないかって思ってた子なので、逆にね今回25人も応募してくださったということで、ありがとう、よかったね千鳥、お前のもらい手が25人の中から選ばれるよ。アニファンさんからいただきました。ありがとうございます。河野まりかへの愛、妹と一緒にいつも応援してます。おー、妹さんもありがとうございます。ソロアルバムも今から予約してワクワクしながら手元に届くのを楽しみにしております。これからも頑張ってくださいといただきました。ありがとう。ソロのねアーティスト活動も応援してくれてるってことだね。続いてマ
ポンさん、ありがとうございます。プソは河野まりかさんボイスしか使いませんってくらい好きです。プソってあれですね、 PSO2 の呼び方ですね。あの皆さんゲーム今も遊んでくださってありがとうございます。10の位からまた引いていきましょうか。10の位が0か1か2か、もうねさっと引きますよ。これだ、じゃん、あ、2。あ、ということはもうあと6人に絞られた。早い。じゃあこっちの1の位のカードを5までの数字にしますね。はい、このジョーカーを含めた5までの数字を混ぜていきます。なんかタロット占いしてるみたいな気分になってきたな。では引こうと思います。出ました、21番の方、おめでとうございます。21番目に送ってくれた方はこの方、パープルさん、ありがとうございます。2番の千鳥のマグカップを希望します。いつも応援しています。遠慮なしで自信満々に喋る河野まりかさんはとても魅力的です。褒めてる？桃鉄の時に見せた邪悪の笑顔とかは新鮮でした。これからも頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。そんなパープルさんにこちら千鳥が飛んだマグカップ大穴でしたね。はい、届きますよ。千鳥だよ、よろしくお願いします。最後にボマニャンのこちらですね、マグカップを抽選で選んでくれた方、皆さんねいらっしゃるんですけれども、なんとすごいんですよ、ボマニャン人気で103名の方にご応募いただいたそうです。一番人気なんですね、ありがとうございます。さあ、そんなボマニャンに応募してくださった方のコメントをまず読んでいきましょう。赤トネさん、ありがとうございます。河野まりかさん、ソロアーティストデビューおめでとうございます。いつも笑顔に元気をいただいています。配信を見ることができ幸せです。これからも楽しみにしています、いただきました、ありがとうございます。カナシュさん、ありがとうございます。お疲れ様です。いつも河野さんとゴージャスさんには癒されて、別のチャンネルですよ機会があればぜひ河野さんのキングボンビーメイクを見たいです、よろしくお願いします、といただきました。いや、私もねあの時はした方がいいんじゃないかくらいに思ってたんですけど。ゆうきさん、ありがとうございます。普段聞けないようなマリンカの恋愛話が聞けてよかったです。うんうん、ありがとう。イヤホンズのあらかじめ失われた僕らのバラットが発売されたあたりからずっとマリンカを推してて、とにかく大好きです、当たりますように。うーん、明確なね推してる時期が書いてありますけれどもなるほど、ありがとうございます。3桁あるのでもう一個トランプを追加して、1と0をね追加して、じゃあまずこの100の位から引いてみようか。0か1かなので、どちらにしようかな。じゃあこっち、じゃん、お、ついに出た0。ということは100以上の方はすいませんということで、今回は0から始まり、続いて10の位、10の位どれになるかな。目に送ってくれたあなたはのんびりさん、ありがとうございます。5年ほど前からずっと押していて、高校受験の時も今年の大学受験の時など断るごとに勇気づけられてきて本当にありがとうございますすごいなんか感謝のメールですね、ありがとうございます。こちらこそ。さあ、そんなねのんびりさんにこちらボマニャンマグカッププレゼントです。イエーイ、可愛いですよね、力作よ、可愛がってください。というわけで抽選会を行ってまいりましたが、皆さんたくさんのご応募ありがとうございました。そして当選された3名の方は本当におめでとうございます。絶対この後ねちゃんと送られると思いますので、届くのを楽しみにしておいてください。もしかしたら今後もこうやって皆さんへのプレゼント企画とかあるかもしれません。その時はぜひまた応募してみてください。以上、河野まりかの声優プレイでした。またねー。
高評価、チャンネル登録お願いします。